私は最終的に一つのものを得た。私が去ることができるかどうか聞いたところ、彼らは私を目覚めさせた。私は水面に戻り、泳いで家に帰ったが、結果は出なかった。あなたは決して祖先を怒らせることはない。今私は肩の後ろにこの口を持っている。夕べ、空に浮かぶ夢を見た。その後まっすぐ立って、星の海に落ち、まるで下に見えないベッドがあるように着陸した。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めると、これは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が。はあ、瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし、私は誓ってもいい。そのバカなクマは普通、最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが。誰かここから降ろしてくれ。彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。